はい、えー、今回ですね、三井住友カード、えー、僕は申請したんですけども、なんと1日で審査受かってカード発行という流れになりました。ありがとうございます。三井住友さん。はい、これ6月24日22時19分に、えー、三井カードの申請を、えー、しました、はい。審査結果。で、次、これに6月24日ですね。次、6月25、14時10分に。 えー、本日、入会審査の結果をお知らせ。この度、クレジットカードをお申し込みいただき誠にありがとうございます。カードは本日より1週間以内にお届けいたしますと。はい。で、今回僕が申し込んだのが、えー、っと、三井住友カードの、このビザえー、LEVO ストーリーですか。これ、リボ払いリ。リボ、リボストーリーか。リボちょっと英語読めないな。 まあ、リボ専用カードですね。はい。リボ専用カード。はい。でもこちらね、リボ専用カードなんですけど、年会費無料です。なので、まあ、手数料、な買い物するとね、えー、自動でそのリボ払いになりますので、うん、あのー、手数料取られます。ただ年会費無料です。なので、なんかその、キャッシュがきついっていう場合は、このリボのね、 あのー、カード使うと勝手にリボ払いになりますので、まあいいんじゃないかなと。だから使い分けですよね。ちょっと今日、今回キャッシュきついなというところだったら、あのー、これをやるとね。まああとポイントも結構つくっぽいんで、まあリボですからね。うん。はい。だから結構ね、あと審査に、 あの僕が通る理由としては三井住友カード系列のカードで一度も審査に落ちたことがなく今リボ、三井住友カードだと4つぐらいカード保有してるのかな4つだったかなアプリで全部一括管理できるんですけど多分4つか5つあります会社のカードも、えー、僕三井住友カードなんですけどもうすでに、まあ、エビデンス実績があるっていうところですねはい。 だから、だから一個、多分ね、三井住友カードすげー種類出してるんですよ。なんで、あの、一個審査通るんだった、通ったんであるならば、他のカードも非常に通りやすいのかなという印象ですね。まあ僕は一度も落ちてないんで、三井住友カードで。うん。で、三井住友カード、三井住友はね、めちゃめちゃカードをご了承してるんですよね。 でいろんな種類でブワー出してます。本当に種類超多いです。あと学生向けのカードとかも出してるし、カードの種類めちゃくちゃ多いですね。うん、だから楽天カードは楽天カードで多分、まああんま種類ないと思うんですよね。でも、三井住友カードに関しては、もうありとあらゆるセグメントで、あの、カード発行しまくってますね。うん。はい。まあ、ということで、三井住友カードはね、すごく、 えー、種類多いので、まあ、学生の専用カードとかもありますしあといろいろありますね、はい、ぜひ、えー、やってみてはいかがでしょうか、まあ、あとは、ね、年会費無料ですからね、はい、では終わりたいと思いますありがとうございました